しょうからね、西武戦やっぱり飛ばしてくると思いますよね。そうですね、ライトに打ち上げました。まずワンアウトです。宮地が抑え、この安定してきましたよね。そうですね、大きいですよね、最後は空振りの三振、最後にフォークボール持ってきましたから、ね、高いバウンドになりました。ショートがうまくさばきました。川崎打ち上げました。ライトの宮地が出てきます。2球部4輪という打率が残っています。低めの球振らされたと言っていいですか。はい、振ってるんじゃないかと思いますけどね、はい、弾みもいいですし、石井義人の打球は差し込まれた感じがありました。レフトフライ、空振りの三振、ワンアウトランナーが高いバウンドになりました。ショートが取って一塁に送るだけ。空振り三振、今日4つ目の三振を奪いました斉藤和美。ランナー2人を背負いましたが、第4打線を0点に3回の表、まあ、追い込んでしまってフォークボールですよね。このボールですね、はい、このパターンがハマるようにであればいいんですよ、はい、空振りの三振、しかし最後は最後、空振りの三振です。戻してきました斉藤和美。ではないですよね、はい、チーム自体は新しいですけどね、まあ、かつて本当に昔まで紐解きました。から見ればね、打ち上げました。キャッチャー城島、ツーアウトです。サードゴロ、逆転をしてもらった後のこの5回の表、斉藤ライオンズの攻撃。先頭バッターはショートでセカンドの鳥越掴んでワンアウト。ランナーが走る、セカンドにボールが送られる、タッチするアウト、三振、ダブルプレー。この8回はどうする、9回どうする、ね、そしてここに回ったらどうするということなんでしょう。インコースズバリとついてきました。10個目のずらっときました。11個目の三振、東京の G のマークのついたね、はい、やはりあの辺はもうその場しのぎというような感じしますからね、そして高木宏行はセカンドフライで3アウト。ラッキーセブン7回の表。